それでは、そろそろ時間ですので、データ解析の講義を始めたいと思います。まず最初にですね、前回、最後残っていた分散行、分散行列について説明をしたいと思います。教科書ではこの107ページに記載しておりますが、分散共分散行列。前回の課題でも紹介しましたが、分散共分散行列というのは対角成分に分散を用い、非対角成分に共分散を持つ行列となっています。その計算方法としましては、それぞれ、例えば、X の分散、Y の分散、そして X と Y の共分散を計算して、この行列の各要素に代入するという、やり方もありますが、それを一気に計算する方法があります。それはですね、このように、変数 X の値をそれぞれの要素に持つベクトルと、y の変数の値を要素に持つベクトルを、このように x、同時の x と y として表すと、それぞれのベクトルから、それぞれの平均を引いたものを、要素に持つ行列を作ります。そして、この行列を転置して、そして、元のものを掛け合わせることによって、まとめて、この分散、X の分散、Y の分散と、X と Y の共分散を計算することができます。まあ、このように、行列をうまく活用すると、分散共分散行列の計算も簡単にできるということですね。ちなみに変数の場合の分散共分散行列というのは、この上の例のように 2×2 の行列になっています。一方、3変数の場合も同様に計算することができるんですが、このように 3×3 の行列になります。まあ、ここでも対角成分は x, y, z の分散。そして非対角成分はここは x と y の共分散。そして x と z の共分散。そして y と z の共分散。というようになっていここまでが分散共分散。行列の説明でした。次、相関係数と相関行列ということですが、分散共分散行列というのは、データの値の範囲に依存して、その値の大きさが変わります。従いまして、例えば身長とか体重とかというのは値のレンジは全然違いますよね。身長センチメートル、体重キログラムの単位に設定すると、100ぐらいのズレが生じたりするかと思います。まあ、このように、データの、元々の、範囲によって分散の値であったり、共分散の値っていうのは、変わってしまいます。このようなその値の範囲の影響を受けない形で、分散共分散のような、相関を図るために、相関係数というものが、あります。相関係数っていうのは、共分散の値を標準偏差で割って正規化したものとなっています。はい。ここの資料では、この相関係数のことを R で表しますが、変数 X と Y の間の相関係数はこの RXY となっていて、それは X と Y の共分散を X の標準偏差と Y の標準偏差で割った形になっています。これにより、X と
と y のスケールが、この標準偏差によって正規化することができるわけです。で、この相関係数を様々な変数間で計算したものを要素に持つものが相関行列と言います。対角成分や、まあ、X 同士や Y 同士、Z 同士の相関係数。そして、非対角成分で XY であったり、XZ、YZ の異なる2つの変数間の、相関係数を要素に持っています。例えば、身長と体重の分散共分散行列が、このようになっていたとします。これは、まあ、大きい値を取ったり、小さい値を取ったりして、一概にその異なる変数間で、その分散であったり、共分散と比較するのが難しいわけなんですが、それに対する相関行列というのはこのように、分散が、対角成分が1、そして非対角成分がこのように1以下の値になって正規化されているのがわかるかと思います。じゃあこの相関の目安っていうのはどういうふうに考えればいいのかということなんですが、相関係数はマイナス1から1の間の値を取りまして、1に近ければ強い正の相関があって、逆にマイナス1に近ければ強い負の相関があるということが分かる。そして、まあ、0付近ではほとんど相関がない、無相関の関係になっているということですね。まあ、これにより、この相関係数の値を見て、変数間にどれぐらい相関があるのかということが判断できると。いうことです。はい。ここまでが前回、残っていた分散共分散行列と相関行列の、説明でした。本日は第5回目ということで、単回帰分析について学んでいきますが、その前に、まあ、できるだけ手短にですね、前回の課題の回答例を見ていきたいと思います。まず前回の課題の1ということで、平均値や分散共分散、そして、分散共分散行列 S の固有値を求める問題となっていました。その回答例ですが、まず平均はこのようになります。X、英語の点数の平均値は 5.5、数学の平均値は 6.2 ですね。それの分散はそれぞれ、この平均をそれぞれの値から引いて、自助して、その数で割ったものなんですが、2.25 と 1.69 となります。で、ここで、まあ、割り切れない数字になったかと思いますが、まあ、小数第3位で出社後を入して、このような、小数第2位で、まあ、この資料では、結果を出しています。次に共分散ですね。共分散の定義はこのようになっていて、この定義通り、値を入れていくと。平均、X の平均と Y の平均をそれぞれのデータから引いて、掛け合わせて、足して、数で割ると。で、それで 0.88 になります。これで分散、と共分散が揃ったので、分散共分散行列を作ることができます。対角成分には X の分散と Y の分散、そして非対角成分には X と Y の共分散を入れることにより、この分散共分散行列を作ることができます。じゃあ次にこの行列の固有値を求めていきますが、固有値問題はこのようになりまして、そして固有値問題、では、この S-λV の行列式イコール0の問題を解くことにより、まず固有値 λ の値を求めます。そうすると、こういう行列式というのはこのようになって、
そしてそれを展開するとこうなると。まあ、きれいに割り切れない数字なので、そのまま因数分解することはできないのが、一面なんですが、ここでは解の公式を使います。解の公式を使うと、こういう値は2つ合わせまして、1つ目小さい方が 1.05 で、2つ目は 2.89 になるというね。まあ、これはどこで四捨五入するかによって、第2、小数第2レベルでも違いが出ているかと思いますが、まあ、その多少の違いは、あまり気にしなくて大丈夫かと思います。問題はその計算の仕方が合っているかということですね。はい。次、課題2の回答例を見ていきたいと思います。先ほど、説明しました相関行列が、まあ、仮にこのように与えられていたとすると、しますと。そして、この行列に対する固有値が2つすでに分かっていると。1.57 と 0.527 だと分かっているとします。で、その条件のもと、この2つの証問に答えなさいという課題でした。一つ目ですが、二つの固有値が分かっているということで、三つ目の固有値を求めるためには、トレースを用いることができます。つまりトレースと、固有値の和が等しいという性質がありますので、それを用いると、三つ目の固有値のアメダさんは、この相関行列 R の、対角成分は、つまり3ですね。いく、すでに分かっている2つの固有値はとなります。そうすると3つ目の固有値は 0.903 になるということですね。次。この相関行列の行列式を求めなさいということですが、行列式、そのままサラスの公式を使って計算することもできますし、もう一つは、行列式と固有値の積が等しいという性質がありますので、それを用いても計算することができます。ちなみに一つ目がこのサラスの公式を用いた場合、そして二つ目が固有値の積と行列式が等しいというものを使ったわけですね。証問1で、3つ目の固有値は求まっているので、すべての固有値を知っているので、それを全部掛け合わせる。そうすると、まあ、0.747 になるということです。まあ、ちょっと小数第2でこう差が出てはいますが、それはちょっと計算上の問題であって、基本的には同じ値を、理論上は取ります。ここまでが課題2の解説でした。次、課題3の回答例を見ていきたいと思います。これは、フェーズの定理を用いた問題となっています。このような箱が3つあって、正しい箱の中身が見れないような状態になっています。しかしながら、ランダムにですね、それぞれの箱から、白いボールを選択する確率っていうのは、実験的にこのように、なっているということが分かっていたとします。つまり一つ目の箱には、7分の5の確率、二つ目の箱は7分の1、そして三つ目の箱は7分の2の確率で白いボールを取るというのが分かっていたとします。そしてさらにもう一つ大事なのは、事前確率ですね。箱を、選択する確率というのは、ここでは3分の2と3、6分の1、6分の1というのが、あらかじめ分かっている、または人間の知識によって、経験的に設定したとします。これらが分かっているもの、もとで、いずれかの箱から、ボールを1個取り出したと。どの箱から選んだかは分からない状態で、ただし、ボールが白いボールだったというのを観測したときに、このボールが、
箱3から取り出された確率を求めます。まあ、こういった、その、本来は箱を選んでから、ボールを取り出すというような順番、原因と結果の順番になっているわけなんですが、ここではどの箱から選んだかわからないけれども、白いボールが結果として観測される。じゃあその時に、どの箱だったのか、つまり原因を勘の確率を求めなさいということで、この確率っていうのは、結果を見て原因を、の確率を考えることから、事後確率と呼ばれている。事後確率を求めるのには、まず、何をすればいいのかということですが、ベイズの定理の分母の周辺確率を求めます。白いボールが、X2 で表されていますね。じゃあその白いボールを取り出すという周辺確率はどのように求めるかというと、このように周辺確率、そしてその同時確率を情報定理により展開した形で書き表すことができるので、それぞれに値を入れていくということですね。その条件付き確率はそれぞれ上であらかじめ観測により求めることができると。そして箱を選択する確率というのは、事前確率としてそれぞれ与えられていると。で、それぞれ代入すると、この白いボールを選択する周辺確率というのは42分の23になります。で、これにより、ベイズの定理の分母、そして分子のこの条件付き確率と、Y の周辺確率がもう事前確率として与えられているので、それぞれ与えられないようにすると、23分の2になる。このように、ベイズの定理を用いると、本来は、まあ、観測に基づいて計算することができない、事後確率を、計算することができます。まあ、ただし、事前確率というのは主観的に人間が、決めることが多いですので、この事後確率というのは、まあ、主観確率とも呼ばれています。ここまでが回答例でした。それでは本日の講義の内容に行きたいと思いますが、本日はですね、いよいよ機械学習データ解析の基礎に入っていきます。まず最初5回目ということで、単回帰分析の基礎について学んでいきます。まず、回帰分析とは何かと。いうことですが、教科書では115ページから、回帰分析の章が、始まっています。で、回帰分析、皆さん回帰って言葉聞いたことある人もいれば、初めて聞く人もいるかもしれませんが、回帰分析というのは、過去の、入力 X と出力 Y、ただし、この出力 Y は連続値になっていますが、この X と Y の組みからなる学習データを用いて、新しい入力に対する出力を予測する関数を学習したり、分析をすることを言います。例えば、連続値として、出力 Y にどんなものがあるのかというと、この右の下の図にありますように、ある農作物の収穫量や、例えば次のページに出てきますが、ゴミの、排出量であったり、それこそ株価であったり、あとは気温であったり、降水量であったり、まあ、様々なものがこの出力 Y に対応しています。じゃあ、このような出力 Y を予測するために、どんな情報を用いるのかというところで入力を考えるわけなんですが、入力のことをここでは、この回帰分析では特別な名前がついていまして、説明変数と言います。出力を説明数、変数という意味で説明変数と。じゃあこの説明変数が
まあ、ここで AX って記号で表しますが、その AX がスカラ、つまり一つの変数の場合、この入力から出力を予測する、学習や分析のことを単回帰分析と言います。一方、この図にありますように、複数の説明変数がある場合、つまり、X がこのように太字のベクトルの場合ですね。その場合は重回帰分析と言います。まあ、この例では、日照時間であったり、雨量であったり、肥料の種類や量などの複数のこの説明変数を用いて、ある農作物の秋の収穫量などを予測する例となっています。じゃあ今度出力 Y は出力という名前だけではなくてまた特別な名前がついています。それは目的変数です。まあ、これは予測する対象、まあ、目的という意味で目的変数となっています。出力 Y は、実数のスカラになっています。基本的にはベクトルではなく、一つの変数になって、このような単回帰分析、または重回帰分析があるわけなんですが、で今回は、単回帰分析に、着目していきます。では単回帰分析の例を見ていきましょう。先ほども少し出ましたが、人口から、まあ、ゴミの排出量を予測したいと。したときに、まず、横軸に説明変数にあたる、人口と、そして目的変数にあたる、ゴミの排出量を過去のデータに関してプロットすると、例えばこういった黒い、点のようになります。まあ、例えばこれ今20個あるとしたら過去20年分のデータであったりするわけですね。まあ、もしくは他の市町村のデータでもいいかもしれません。例えば小さい村ではゴミの排出量はこれぐらい。大きい大都市ではこれぐらい。というのがデータとして観測されたとしましょう。このゴミの排出量と人口の間にはこのような関係式があると考えられます。でつまり、ゴミの排出量、目的変数 Y。そして人口は説明変数 X。で人口に傾きをかけて、そして切片を足したものが、このような直線になっているわけなんですが、でそれに、さらに残差を足したものが、ゴミの排出量と等しい値を持つというような関係式となっています。つまり、この赤い直線の傾き、そして赤い直線が Y 軸に交わるところが切片と呼ばれているんですね。そして、この直線の値と、実際の値、この黒い点との縦軸における差のことを残差と言っている。じゃあこのような直線が求まったとしましょう。もちろんこの直線はこの黒い点、ぴったりと合うわけではありませんが、大まかに、合うようにこういった直線が獲得できたとします。そうすると、この直線を使って、新しい町における、この人口から、この町の、例えば今年のゴミの排出量を予測することができるわけです。それは、この新しい町の人口が50万人ですかね、だとすると、そこから、上に向かって、直線を引いて、そしてこの赤い直線と交わったところ
パラコンの横に、線を引いて、そして縦軸で交わったところの値を予測値として用いるということです。じゃあ、このような、直線を用いた予測モデルを、数式を用いて、表していきます。まず、入力は、ここでは、スカラ。そして、出力の Y もスカラ。そして、過去のデータ。まあ、もしくは、先ほどで言うと、他の市区町村のデータをまとめたものを DTR で表します。その DTR の中身としては、入力と出力のペアが複数、まあ、ここでは N 個あるようなデータ。まあ、これをまとめて書くとこのように集合を用いて表現されます。まあ、つまり、i 番目のデータの点の、x と y という座標は、例えばこういうところにあるわけですね。で、それぞれが、例えば x1、y1 だったり、x2、y2 だったりとかするわけです。そして、この、点群に合うような、直線を引きたいわけなんですが、この直線のことを回帰直線と呼んだり、単回帰モデルと呼んだりします。そして、直線は、先ほどの傾きと切片を用いて、このように表されます。まあ、W が傾き、そして B が切片ですね。そして、学習する対象のパラメータはこの傾きと切片になります。じゃあこの単回帰モデル、もしくは直線関数をどのように聞けばいいのかということを考えていくわけなんですが、過去にこのような学習データが得られたとすると、これに当てはまる直線っていうのは、いろいろ考えられますと。で、どんな直線が学習データに当てはまっているのかと。まあ、感覚的にはこの赤色の直線になるわけですが、感覚的に決め、考えたものを、コンピューター上で処理するために、数学的に、表します。したがって、この赤い直線はどういった特性を持っているのかと考えた場合、この黒い点の、中心を通る、直線であるというふうにもう少し具体的に表現したとしましょう。で、その中心というのは何なのかということなんですが、もう少し深く考えると、縦軸 Y 方向に向かって考えたときに、中心の点を、通る。つまり横軸の X それぞれの場所で観測された、黒い点の大体真ん中を通っていくような、直線がこの赤い直線のようにデータに当てはまっていると、考えることにします。じゃあそのデータの中心を考えるときに、出てくるのが、前回の統計で復習をしました平均値であったり、メディアン、中央値であったりするわけです。で、ここでは、より一般的な
平均値をデータの中心として用います。では皆さん、前回学んだ統計で、平均による中心はどういった意味での中心なのかという説明で、事情誤差を最小化するという意味で中心になったという説明があったかと思います。ちなみに中央値やメディアンというのは絶対差の和ですね、を最小化するような中心になっています。つまり、今、求めたいこのデータの中心を通る直線というのは、それぞれの、まあ、X において、Y 軸方向に実際の点と、予測によって得られた FXI という点の間の、差、まあ、段差の、事情をしたものを足し合わせたものを最小化するようにしたものが、このようなデータの中心を通るような直線となる。では、このような出力の一つ一つの Y と、そしてそのペアになっている X に基づいて予測した FXI の事情を、の和を最小化する方法を考えていくわけなんですが、それを一般的には最小事情法と言います。最初事情法をもう一回書き直しますと、このようになっているわけですね。目的関数 EWB。これはデータがもう与えられているとしたら、パラメータの W と B の関数になっていて、その関数っていうのは、Y と FXI の事情を足したものになっている。3回目で、復習をしました最適化問題を使っていきます。ただし最適化問題の中でも簡単の方ですね。なぜなら、制約がありません。制約なしの、最適化問題です。制約なしの最適化問題どうやって解くのかということですが、対象化または最大化する問題というのは、微分をしてイコール0と。いう方程式を作って解く方法が一般的に使われます。ただしここでは2つの変数があるので、変微分を用いて最適化を。ということで、最適化問題を解いていくということですが、先ほどの、事情誤差は、こう展開するとこのようになる。そして W について変微分を通って0と置くと。そうするとこのようになります。ね、W に関して微分を取ってるわけですね。W は今こうスカラーです。ベクトルの微分じゃなくて単純なスカラーの微分。同様に B に関しても、スカラーの微分を使うとこのようになります。まあ、これで2つの方程式ができたので、この2つの方程式を解くことによって W と B を求めることができるということですね。まあ、ちなみにですが、この和の記号と、この中の各項に適用した際、B に適用した場合は B を N 回足すという意味で NB になります。そしてこの丸1と丸2から、このような連立方程式、二元一次連立方程式ですね。では、今日最初の演習問題ですが、この二元一次連立方程式を解いて、最適な W を求めてください。この二元一次連立方程式を解くことによる最適化は、3回目の、最初の方で、
使用しました。まあ、ヒントとしましては、このような行列表現を考えて、そして逆行列を用いて、WB イコールの式を作ります。そして、あとは行列ベクトルの積有の計算をして、W イコールの式を、ことにより求めることができます。はい、ということで皆さん、この演習問題に取り組んでください。まあ、15分って書いてありますが、まあ、10分ちょっとぐらいできると思いますので、まあ、40分までにしたいと思います。はい、それでは回答例を見ていきたいと思います。皆さんできましたでしょうか？まあ、ヒントがありましたので、計算の仕方さえ分かればできるのではないかなと思います。でまず、逆行列の計算ですね。まあ、ここで行列と言っているのは、この W と B というベクトルにかかっている左辺の、この行列です。2×2 の逆行列の計算の仕方は、この右下、ここにあります通りですので、それを、用いて逆行列を計算すると、このようになります。一見複雑に見えますが、計算自体はそんな複雑ではないかと思います。そして、この 2×2 の行列と、この 2×1 の列ベクトルをかけると。そうすると、このようになります。まあ、ただし、W にだけ関して、求めた場合ですね。つまり何を言っているかというと、行列のこの W イコールの部分というのは、この左の行列の行と列というの各要素をかけて足したものになっていますので、分子にあたる、それぞれの要素というのはそのように計算しています。例えば N かける、YI、XI の和というのは、この部分ですね。N と yi, xi の。そして2項目は、マイナス、xi の和の、かける、2項目の y の和になっているということですね。あとは、もともとあった分母を、コンスタントに、出ていくだけです。これにより、W イコールの形になりましたので、異常誤差和を最小化する傾き W というのはこのような形式で、学習データの X と Y、I を用いて計算することができます。じゃあ、この、計算式を覚えましょうということなんですが、ちょっと複雑ですよね。こんな式覚えられません。なかなか。ということで、簡単化したいです。まあ、またプログラミングで実装する場合も、この和の記号が何回かあると、和の記号をそれぞれで、計算をしなくちゃいけないので、実装もめんどくさいですし、計算コストもかかります。じゃあ、どのように、簡単化していくかということなんですが、簡単化を、するために、前回の確率統計の統計の方で復習した分散と共分散が出てきます。まず分散の定義を思い出しましょう。分散の定義というのはこのようになっていて、で、この xi-x の平均をの事情を展開するとこのようになります。そして、和の記号を、各要素に、適用するとこのように分解できるんですね。
で、これまだ複雑な形をしていますが、ここで平均の定義を思い出します。平均の定義、x バイコールこうなりますっていう。じゃこの中に平均の形をしているものがどっかないかなと見たときに、ここにありますね。したがって、これは x の平均になる。で、また、この第3項目は1を n 回足したものなので n になります。で、そうすると、このように、少し、整理できます。いいですか？まあ、その途中でこの x バーの g 乗が2つ出てきているので、それをまとめています。そして、この x バーに、もう一回この平均の定義そのまま入れてあげると。そして、この n 分の1を外に出します。そうすると、まあ、n 次乗分の1でくくってあげると、このようになると。ね、つまり分散をこう分解していくと、分解して展開していくと、まあ、このような複雑な形になるんですが、この形どっかで見たことあるなと。そうです。この W の最適な解の分母にあるわけですね。したがって、W の分母は分散に対応している。じゃあ今度分子は何なのかということですが、共分散の定義を思い出してみます。共分散、このように定義されていて、また展開してみると。和の記号でさらに展開すると。そうするとまた、ここで平均に相当するのが出てきてますね。で、また1を n 回足しているものがある。したがって、整理すると、ここに、x バー、y バー、マイナス、足す x バー、y バーがあるので、キャンセルされて、一つの x バー、y バーが残ると。というように、だいぶ、整理できるわけです。じゃあ、この、x バー、y バーにもう一回分散の式を戻していきたいと、こんな感じの式になるわけなんですが、まあ、非常に複雑ではありますが、どっかで見たことがあるなと思うと、この W の最適解の分子と同じ、式になっているのがわかります。つまり、W の最適解、W スターっていうのは、分散分の共分散になっていることがわかります。演習2に、行きたいと思います。W の最適解はこのように、分散分の共分散であるということが、先ほどの展開でわかりました。では、この事実を使って、今度は、B の最適解を求めてください。ただし、先ほど B に関して変遍微分してイコール0とこういった式はこのようになるということが分かっています。これに W の最適解を代入して、B イコールの形にして整理をしてください。これが2つ目の演習2になります。まあ、5分弱ぐらいで、取り組んでください。従いまして、じゃあ53分まで取り組んでください。はい、それでは回答例に行きたいと思います。皆さん多分できたと思いますが、この式丸2に、先ほどの W の最適解、分散分の共分散を代入すると。そして B イコールの形にしていきます。そうするとこのようになりますね。
あとはもう少し整理したいというところで、まあ、先ほどと同じようにちょっと見慣れたものがあるなと思います。ここですね。そしてここにもですね。つまり y と x のそれぞれ平均になっています。したがって最終的にはこの b の最適解 p スターは y の平均引く分散分の共分散かける x の平均というようになります。まあ、このように、直線を、データに、合うように、まあ、データの縦の方向で見たときに中心を通るように、傾きと切片を求める。このように傾きは分散分の共分散。そして、B の切片は平均引く、元々の、分散分の共分散である W スターかける X の平均というような、非常に、シンプルな、形。例えば分散と共分散を計算する、関数を用意しておけば、簡単に、データから計算ができるような、式になります。まあ、皆さん、これはもう完全に暗記してもらいたいですね。単回帰分析における、傾きは分散分の共分散。切片は y の平均引く w×x の平均です。さて、このような直線を、学習データに、合うように引く単回帰分析。では、この最小次乗法というのを用いていますが、この最小次乗法は、完璧ではありません。まあ、それぞれの方式には問題があるわけです。その問題について解説をします。まず、この最小次乗法の解釈ということですが、このように、それぞれの点と直線との残差、イプシロン、i であったり、j であったり、というものの、自乗したものを足していますが、この自乗というのは、このように、イプシロンかけるイプシロンの、まあ、正方形、一辺がイプシロン i の、正方形の面積に対応しています。まあ、このように直線に近いデータ点は小さい面積となるわけですが、仮にこの xk, yk のような直線から離れたデータ点というのは、イプシロン k の次乗ですので、このような大きな正方形の面積を考えることになります。まあ、仮にこのイプシロン i やイプシロン j というのが1で、イプシロン k が10だとすると、段差は10倍しかないんですが、最小化するときに用いる、次乗というのは、その次乗倍、つまり100倍の影響力を持つことになります。したがってこのような点が、一つ、またはもっと離れた点が、例えばもっと上の方にあったりとかすると、この一つの影響力というのは、他のこの直線に近い点よりも数百倍の影響力を持つようになってしまいます。このようなデータの分布ですね。これ今学習データというのは、例えばおおよそこういう感じで分布しているのに対して、そこから外れた点というのは、外れ値と呼ばれます。まあ、例えばノイズなどによってそういった外れ値が発生することがあります。この外れ値により、最小次乗法によって獲得した直線というのは、時によっては大きく
その全体のデータからずれてしまうことがあります。その例をお見せしますが、ここではオレンジ色の点が学習データですね。そして今赤色の点が、テストデータって書いてありますけれども、まあ、ここでは先ほどの直線関数に対応すると思ってください。学習によって獲得した直線関数がこの赤い点で結ばれる直線になっています。まあ、このようにオレンジの点が、このように分布している場合は、このような直線が妥当だと考えられますが、仮に、この学習データに、ここに相当する、外れたところに、データ点が一つあったとしたら、その一つのデータ点の影響を受けて、学習した直線というのはこのように、左肩上がりの直線になってしまいます。そうすると、この直線というのは、残りの学習データ点と合わなくなってしまうわけですね。もう少し外れ値の数を増やしたとしましょう。2個に。そうすると もっと、全体のデータ点からは外れてしまいます。このように、半回帰分析は広く用いられている分析の方式、そして予測の方式ではあるんですが、学習データに含まれる外れ値の影響を大きく受けてしまうという問題があります。これは原理的にも説明できる問題となっています。従いまして皆さん、こういった特性があるということを理解をした上で、この半回帰分析を使うようにしてください。まあ、来週学ぶ重回帰分析も同じです。同じ外れ値の問題があります。はい、それでは今日最後の演習問題になりますが、このような、表のデータが与えられたと、します。ここでは、2列ありますね。CM の総時間を X。そして、その CM を放映したことによって、まあ、次の、放映した次の、週のある商品の、販売台数を Y とした、データです。このデータから、X を入力とし、Y を予測するための単回帰直線を求めてください。そしてこのデータっていうのは今1から10月まであるわけなんですが、11月の CM の総時間数が30だったとします。そしたらその、それを入力として、販売台数を予測してください。それでは各自取り組んでください。この問題は15分と書いてありますが、まあ、4時15分まで、まあ、10分ちょっと時間を取りたいと思います。単回帰直線といってのはこのダブルスターと B スターを求めればいいということですね。このデータから。で、ダブルスターというのは X の分散分の X と Y の共分散。B スターは Y の平均引くダブルスターかける X と。はい、それでは回答例を見ていきたいと思います。皆さんできましたでしょうか。まず、証問1ですが、単回帰直線を求めるためには、分散と共分散が必要になります。ただいまして、この表から、分散、共分散をそれぞれ計算していくわけなんですが、そのため、まず、
X の平均、そして Y の平均を求めるとこのようになったと。で、その平均を使って分散、共分散を計算するとこのようになるということですね。ちょっと計算の過程はもう省略してますけども、最終的な値としてはこのような値になります。そして傾きは分散分の共分散ですので、8.45 分の 7.4 で 0.87 となります。そして、この分散分の共分散のところにこのダブルスターイコール 0.87 を入れて、あとは Y の平均いく、ダブルスターかける X バーを計算すると 57.6 になります。したがいまして、回帰直線はこのように y イコール 0.87x 足す 57.6 になる。そして、この回帰直線を用いて、新しい入力である CM の総時間、x イコール30を用いて、販売率を予測するわけなんですが、この回帰直線の X の方に30を入れて計算すると 83.7 になります。つまり、四捨五入すると84台、もしくは、83台でもいいのかもしれないんですが、だいたい83から84台、11月に売れるだろうということが予測されます。はい。これが、演習3の回答例になります。じゃ最後に、課題が出てますので、それを簡単に、紹介して終わりにしたいと思います。まず課題1は、先ほどと同じように、単回帰分析の問題となっています。ここではもう、先ほどの CM 総時間や販売台数などのように、何かその意味がある、意味付けられているわけではないんですが、入力 X と出力 Y がこのように、10個、ペアでデータが与えられたとします。これの、表に基づいて、それぞれの、証文を解いてください。そして課題2ですね。皆さん、計算の仕方はもう覚えてもらえたかと思うんですが、重要なのは計算の仕方以外に、この原理を理解して、問題点なども理解することです。そのため、課題2では、この回帰分析の原理と、そして外れ値の影響を大きく受ける理由について、説明をしてください。自分の言葉で説明するようにしてください。そして、この外れ値の影響を緩和するための方法について、教科書であったり、インターネットでもいいので、調べて、それを述べてください。教科書には外れ値はですね、129ページの 4.1.12 節に、にて紹介しています。この節にて、外れ値を緩和する方法も、紹介していますので、これを参考に、してまとめてもらっても良いですし、またインターネット上で調べてもらっても、構いません。はい。次回の授業の前までにこの2つの課題を解いて、Moodle にて提出してください。それで今日の、授業は、終わります。なお、しばらく Teams は立ち上げておきますので、何か質問やコメントがある人がいたら、気軽に、チャットで話しかけてください。それでは、お疲れ様でした。